ありがとうございます。これが間違いの例です。おお、なるほど、はい。じゃあ何が正しいのかっていうのをちょっと書きますね。はい。まっちゃんが書いてくれたやつと何が違うかってことですよね。そうですね。はい。それがここになります。こんにちは、円卓の平と。こんにちは、円卓の松林です。このチャンネルでは 3DCG デザイナーを目指している方に向けてプロになる方法や業界のリアルな話をしています。 CG 業界さらに盛り上げたいと思っているので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回はですね、はい、CG デザイナー、ちょっとごめんなさい、はい、今回は出すねって完全に言ってたんで OK。 今回はですね、 CG デザイナーになるにあたってデッサンってどのぐらい重要ですかって質問よくもらうんですけど、そうです、多いですね。それについて話していければなと思います。はい。で、これすごくややこしいというかちょっと難しい話なんですけど、大前提 CG デザイナーにとってデッサンは大事です。で、それはやっぱりシンプルに絵がうまいとか、あとデッサンってものづくりの考え方を学ぶのにすごく良かったりとか、僕らで言う筋トレなんですよね。そう、それが一番しっくりくるかなと思ってます。はい、日々の鍛錬といいますか、うん、ただそれでは就職が決まるわけではない。そうですね、主に就活生に向けての動画にはなりますね、今回は。はい、なのでやっていってほしいんですけど、デッサンを。ただ例えばポートフォリオにデッサンを載せるべきかって言われると、なくても大丈夫です。主に例えば専門学校の方とか、独学の方とか、大学の方、美大以外ですかね、うん、の方と美大生で比べた場合、デッサンではまず勝てないです。圧倒的にうまいんで、うん、なんで、まあ、デッサンで勝負しようっていうのはちょっと分が悪いかなと。で、やっぱ直接 CG ソフト触って CG の作品多くした方が就活には有利だと思います。うん、はい。で、デッサン自体をですね、独学で勉強するっていうのもちょっと難しいかなと思ってまして。うん、なるほど。はい。もちろん毎日とかひたすら書き続けていれば確実に上手くなると思うんですけど、それ以上に気づきとか教えてもらうことが結構重要で、デッサンって、うん、気づけない、間違った状態で書き続けても上達しないんじゃないかなと。なるほど、なるほど。なので今回その気づきとしてヒントになるもの、うん、簡単なものをちょっと紹介できればなと。ああ、素晴らしいですね。どうしてもデッサンって芸術的な要素が多くて、うんうん、まあ、僕らも授業で、まあ、専門の時にやったりしましたけど、例えば書いたとして先生に見せて、うん、空間を感じないんだよねみたいな一言で終わらせる、うん、なのでそういうテクニック面の部分とかが知りたいなと思ってたので、まあ、今回はそういうところも含めてなるといいのかなと思います。うん、そう、まあ、質感とか量感とかいろいろ重要な要素はあるんですけど、まず 3DCG デザイナーとしては正しい造形を捉えることが重要かなと思いまして、それについてちょっとサンプルを出せればなと思います。じゃあちょっとまっちゃんにですね、書いていただきたいものがありまして。おお、はい円錐ですね。円錐、すごく簡単でいいんで、シンプルでいいんで、円錐をちょっと書いてみてもらっていいですか。はい、円錐ですね、ちょっと書いてみますね。はい、ありがとうございます。もうちょい奥のあれは大丈夫ですか。はい、こんなん書きますけど。あ、大丈夫、大丈夫、あのデッサンでそこ書かないんで大丈夫、大丈夫です。はい、陰影とかこんな、はい、こんな、はい、あ、そうそうそうですね。はい、はい、あ、ありがとうございます。これが間違いの例です。おお、なるほど。はい、じゃあ何が正しいのかっていうのをちょっと書きますね。はい、シンプルに書きますよ。おー、ごめんなさい、ちょっと下手なんですけどこうです。で、下からまっちゃんが書いてくれたやつと何が違うかってことですよね。そうですね。はい、それがここになります。うん、はい、まあ、ちょっと巻き戻して見てもらったときに、まっちゃんのやつ角が立ってたと思うんですね、ここにこう。はいはいはい、はい、うん、で
まあ、円錐立体じゃないですか、うん、奥行きがあるんですよ。なのでここ丸いんですね。なるほど。なのでここに角が立ってしまうということは、実際これが角立った場合立体としてどうかっていうと、うん、半分に切れてないとおかしいんですね。こういうふうにここ奥行きがない。半分に切れてる。こっちから見たとき裏面がない。あ、なるほど、はい、なるほど。まあ円錐は立体だから、はいはい、真ん中でスパッと切れてる。あ、そう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 、はいはいはい、奥行きがない場合ここに角立つと思うんですけど、はい、はいはいはい、丸いじゃないですか本当はここ。はい、うん、なんで、角が丸々と。なるほど。これが正しい造形って言えばいいんですか。うんうんうん、うんうん、でこれに気づけなかったらずっとこう書いちゃうと思うんですよ。なるほどなるほど、はい。まあ、これすごくシンプルな例です、はいはいはい、うん、あでもすごくわかりやすいですね、はい、つまり僕の場合はシルエットのイメージで書いたけど、うんうん、本来であればこれは立体感のあるまずものだと、うん、なのでその立体的な部分から書いた方が正しいということになるんですかね、はい、あとパースですね。パースがついてるのと奥行きがある、それに気づけるかどうか観察できてるかどうか、これ単純な形だから分かりやすいと思うんですけど、はい、実際にデッサンするときって石膏像とか複雑なものを書いていくじゃないですか。最初は簡単なものからだと思うんですけど、なので間違ったまんま書き続けてる可能性があるんですね。それを指摘してもらわないと気づけないと思うんですよ、うん、なので独学でデッサンをやるのはちょっと難しいのかなっていうのはそういう部分ですね。うん、確かに教えてもらわなければ最初の僕のアプローチのままずっと書き続けて本質は捉えられてないような気がします。そうなんです。こういった感じで正しい造形に気づけるか観察できてるか、ここがデッサンで僕は重要だと思ってまして、 CG デザイナーにとってはね。なのでうまく書こうとするよりこういった部分注意してもらえるとより勉強になるのかなとは思いますね。なるほど。これはきっかけとしては分かりやすいですね。そうだと思うんですよね、うん、今回は CG デザイナーにとってデッサンが重要ですかっていう話について簡単に解説させてもらったんですけど、重要ではあります、うん、ただ就活に直結するものではない、うんうんうん、専門学校通ってる方とかは先生がいらっしゃると思うので、間違ってる部分を指摘してもらって気づくってことがすごく重要かなと思います。今回は特に今の話をどんどん飛躍してキャラクターだとすると、まあ、シルエットで捉えるっていうのも一つの大事な要素であるんですけど、はい、もう一つ、まあ、3D でやる上で大事なのは立体で捉える、うん、そうですね。今回はそこのきっかけとしてはすごい分かりやすかったかなと思いますね、うん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 、キャラクターの顔とか例えば鼻のこのどれぐらい出てるかとか、立体感を感じる部分に関しては、うんうん、今の考え方でいいのかなっていう気はします、うんうん、はい、そうですね。ここからは応用だと思います。はい、独学の方の場合はデッサンってそういう教室とか申し込めば受けられたりするので、そういうとこに行ってみるのも手かなとは思いますね。じゃあ今回はですね、デッサンの基礎的な考え方に関しての動画になりました。立体物を作るっていう主にモデラーですかね、今回の動画を元に立体に対してどうアプローチしていくかっていうヒントになればいいかなと思います、うん、この動画で気づいてもらえたら幸いです。はい、じゃあ今回はこんなところで終わろうと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ちなみにまっちゃんはわざと下手に書いてくれました。ありがとうございます。はい、いえいえ。動画を最後までご覧いただいてありがとうございます。円卓では 3DCG 業界のですねリアルなところをもっと話していこうと思っております。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。本当は都市伝説とかホラーとかやりたいんだけど、まあ、そっちの方にもシフトするのいいんじゃないですかね。いいんだ。ところで、しばっち喋ってないけど。